海上自衛隊の新型護衛艦もが、2型護衛艦の建造がハイペースで進められており、6番艦の阿賀野が進水し偽装中とのこと。日本の海を守る護衛艦が、毎年2隻ずつ就役していきます。今回は、この護衛艦の最新型である秘密について見てみましょう。少人数化された AI 護衛艦の凄さは、世界に知られることに、世界に向け、日本の高性な護衛艦を販売していくといいのかも。海上自衛隊の新型護衛艦、もが、2型の建造がハイペースで進められ、2022年3月に、2番艦の熊野、翌4月に、1番艦で、ネームシップの、も、神が、そして、年末の12月に、3番艦の城が就役を果たし、日本の海を守る一員に加わりました。そして、今年2023年は、ここに、さらに、3月の予定で、4番艦の、三熊、年末の12月に、5番艦の矢作が就役を迎える計画となっており、6番艦の阿賀野が、2024年3月に就役を迎える予定で、矢作と阿賀野は、三菱重工業者中崎造船所において、現在進水し偽装中です。も、が2型護衛艦は、1年で2隻ずつが継続して増加していく状況となっています。当初22隻の建造が見込まれており、収益から40年間の運用が想定されていましたが、防衛省は新型の FFM の建造は12隻と公表しています。ちなみに、もが2型護衛艦の名前には日本国内の河川の名前が使用されています。もが2型護衛艦は海上自衛隊の艦艇としてこれまでになかった FFM という新たな艦種記号を冠されているが、これには艦艇の規模を示す。フリゲート艦の意味と、多用途嫌いを指し示す意味があると解釈されています。FF は、フリゲート艦を意味し、艦艇の大きさは、駆逐艦よりはやや小さく、コルベットより大きい航洋護衛艦を指し、対潜、防空能力を有しており、揚陸部隊、補給部隊、商船団などの艦隊護衛が主な任務です。そして、機電のマインと多機能性を意味するマルチパーパスの頭文字 M を合わせた新たな艦種記号で、これまでの対潜、対空、対艦における任務以外に嫌い機能が導入されました。これまで掃海艦艇が行ってきた対嫌い戦能力まで任務するということです。海上自衛隊では、これまで護衛艦の位置づけを諸外国海軍における駆逐艦、デストロイヤーと同様にしてきました。そして、海上自衛隊では、汎用駆逐艦からヘリ空母と呼ばれるような大型の艦艇までもまとめて、護衛艦と呼んでいます。海上自衛隊の艦種記号には数種類あり、例えば混合型護衛艦のように艦対空ミサイルを多数搭載し、艦対防空を主な任務とするイージスシステムを搭載したイージス護衛艦には、誘導ミサイル、ガイディッドミサイルの G をつけて DDG としています。そして、出雲、片や、ヒューが、型護衛艦のように、広大な全通飛行甲板を有し、ヘリコプターを運用する能力を備えている護衛艦には、ヘリコプター搭載護衛艦、ヘリコプタールの H をつけて、DDH としています。また、秋月型護衛艦や、村雨型護衛艦などの汎用型護衛艦 DD より、やや小ぶりで、近海、沿岸海域の防備を担って活動している、阿武隈型などの護衛艦には、護衛、エスコールとの E をつけて DE という艦種記号がついています。近年、海上自衛隊では、一定規模以上の艦艇を、すべて護衛艦という呼称で統一しているため、フリゲート艦という区分は、アメリカからの供与を受け、1950年代から1970年代まで運用されていた、クス型護衛艦以来となります。も、が2型護衛艦、FFM は、2013年12月に公開された25大綱によって、新型護衛艦の構想が明らかになりました。こうした新型護衛艦の建造は、2014年から2024年の間に、旧式護衛艦4隻が退役する予定とされていたため、それらを入れ替え、増強を図ることを目的としながら、また、中国、ロシア、北朝鮮の海洋での軍事活動が活発になったため、今後、海上自衛隊は、
ますます激しさを増すことが予想され、南西諸島方面に対して、消費と化を図った小型艦艇での監視任務を強化することが求められ、FFM という新監視の藻が、味方が計画されたのでしょう。設計当初、藻が、味方護衛艦の船体は、多様な任務に対応する能力の向上、船体のコンパクト化が要望されていました。しかし、2015年の研究開発の時点では3000トン型護衛艦と称されていましたが、最終的には排水量がおよそ3割増えて大型化し、3900トンの大きさとなりました。もっか味方護衛艦の基本仕様は、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、最大幅 16.3 メートル、深さ9.0 メートルの規模を誇り、世界的なフリゲート艦としても、大柄な艦となっています。もっか味方護衛艦の機関方式は、海上自衛隊の護衛艦として、初めて、ガスタービンとディーゼルを併用した複合ノドタグを採用し、通常時は、ディーゼル、加速時や高速時は、ガスタービンを併用しています。ガスタービンエンジンは、ロールスロイス社の MT30 を1機、ディーゼルエンジンは、MAN 社の 12V283-3D を2機搭載しており、軸出力は7万馬力を発揮し、速力30ノットで航行します。また、藻が、味方護衛艦は、従来の艦艇に比べ、大幅にステルス性を考慮した設計になっており、レーダー反射眼面積 RCS の低減を意識して、主船体や上部構造に傾斜角がついており、全甲板からのナックルラインが飛行甲板まで伸びています。さらに、上甲板の配置は、従来の艦船にある魚雷発射管やミサイルなど、電波を受けやすい機器などの装備品の張り出した部分を艦内に配置し、従来は、上甲板に設けられていた暴露部の通路が廃止されています。このように、藻が、味方護衛艦は、対艦ミサイルなどに探知されにくいステルス性の高い形状となり、船体のカラーも、低したため姿勢を重視した灰色で、レーダーに映りにくく、徹底的にステルス対策された護衛艦となっています。日本周辺の藻が味方護衛艦と同規模の艦艇を見てみると、中国海軍の 054A型と呼ばれている航海2型、ジャンカイ型フリゲートや、ロシア海軍のアドミラル・ゴルシコフ級フリゲート22350型フリゲートがあります。2023年1月4日には、ロシア海軍の最新鋭のフリゲート艦である、アドミラル・ゴルシコフ級フリゲートのネームシップである1番艦のアドミラル・ゴルシコフが、極超音速兵器のツィルコンを搭載して航行に出たことが報じられました。この、極超音速兵器のツィルコンについて、ロシアは、射程距離で 1000km 以上、飛翔距離はマッハ9以上のために迎撃は困難であると主張しています。ロシアのプーチン大統領は、アドミラル・ゴルシコフが、極超音速兵器のツィルコンを搭載して航行することで、ウクライナ戦争で対立しているアメリカをはじめとする北大西洋条約機構、NATO に対して牽制する狙いがあったと思われます。ツィルコンを搭載したアドミラル・ゴルシコフ級フリゲートは、基準排水量が4500トン、満載排水量が5400トン、全長が135メートル、全幅が16メートルの規模でありもが味方護衛艦と大きさの違いはほとんどありません。しかし、海上自衛隊のもが、味方護衛艦とロシア海軍のアドミラル・ゴルシコフ級フリゲートの大きな違いは、その主兵装で、前者が、最大で、VLS 垂直発射艦を16セル搭載可能で、後者は、倍の32セルを装備しているということです。もっか、味方護衛艦は、兵装の面から見ても、その特徴は、水上戦闘艦として重武装に振らず、対空、対艦、対戦闘のバランスの取れた兵装と、機雷の除去と、施設の能力を付与された多用途艦であるというところでしょう。そのバランスの取れた兵装について、ですが、対空兵器としては、シーラム近接防空ミサイルシステムが1機、
62口径5インチ砲、127mm 単装砲、1機が搭載されています。この62口径5インチ砲は、目標の捜索から探知、追尾等を行う多機能型レーダー、OPY-2 によって射撃式が行われます。そして、対艦兵器として、1蓋式地対艦誘導弾を、ベースとして国内で開発、運用されている1蓋式艦対艦誘導弾 SSM-2 の4連装発射筒2機が搭載されており、さらに、日本の海上自衛隊で調達、運用されている遠隔操作式の無人重火砲塔 RWS の水上艦艇用機関重火遠隔操作型の 12.7mm 機関銃装備型を2機搭載しています。対潜兵器としては、324mm 3連装単魚雷発射艦が2機搭載されています。このように、多くの任務をこなせる、最上型護衛艦ですが、乗員は、わずか90名と少なく、毎級とされる、阿武隈型護衛艦の乗員は、120名で、最上型護衛艦は、これよりも、はるかに艦隊が大型化しているにもかかわらず、約90名と非常に少ない人数での運用が可能なほどに省人化が図られており、省人化に伴って、目下、身型では、クルー制の導入が予定されています。これはもが、身型護衛艦3隻に対して、4組の上艦クルーを配置することで、3組が上艦している間は、残り、1組に休養を取らせるという交代制のシステムで、定期検査や修理などに対応しながら稼働席数を確保できるだけでなく、乗員の休養期間が確保されるというわけです。今後、少子高齢化傾向は、ますます加速する上、慢性的な人員不足に直面している海上自衛隊にとっては、その数であっても必要数を充足させることは容易ではなく、そういったことを見越し、省人化を実現した初の護衛艦となっています。もが2型護衛艦の今後、建造される艦のすべての偽装が同じ時期になるように計画されており、これは海上自衛隊でも初の試みだということです。新たな戦闘機の開発、日本、イギリス、イタリアの3カ国による GCAP、グローバルコンバットエアプログラムがいよいよ動き出しました。アメリカのロッキード・マーティン社との共同開発が固いとめされていた点を覆し、大気な変化を見せた日本。今回は、日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社による機関部の開発について詳しく見てみましょう。IHI 社の高い技術力で、国産の機関部の完成に期待。2022年も最後の月を迎えた12月9日、新たな戦闘機開発の枠組みを GCAP グローバルコンバットエアプログラムと名付け、日本とイギリス、イタリアの3カ国によって共同開発を行うことを正式に発表しました。日本とイギリスでは、2021年の末には、次期戦闘機のジェットエンジンの実証実験を行うことが決まっており、2022年の初めより、日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社において実証実験を始動、2022年2月には、次期戦闘機用のレーダセンサー類の実証実験機の共同研究も決定していました。したがって、今回の日本とイギリス、イタリアの3カ国による GCAP グローバルコンバットエアプログラムの始動は、これまでの流れを公式に各国政府が認めて満を持してのプレス発表と言っていいでしょう。この GCAP グローバルコンバットエアプログラムで開発される戦闘機は、航空自衛隊が運用している
F2 戦闘機とイギリス空軍とイタリア空軍が運用しているユーロファイタータイフーンの後継として採用されます。この2年ほどで急速に強化された日本とイギリスの間での次期戦闘機をめぐる協力関係ですが、これまでのアメリカのロッキード・マーティン社が開発技術のサポートという形で関わるのが当然だという動きに区切りをつけた形となりました。太平洋戦争での敗北後、自衛隊が装備する戦闘機などの軍備につながる産業分野においてアメリカ製の機体を製作に応じて日本の企業が調達するといった形で制御され、航空機の開発技術も大きく後退することになりました。今回の次期戦闘機開発は、現在航空自衛隊が保有している F2 戦闘機の後継機が目的で、そもそも F2 戦闘機開発の段階では国産機を開発する計画でしたが、当時エンジン部の製造が技術的に困難で、三菱重工業者を主としながらもアメリカとの共同開発となり、 F2 開発当時は日米貿易摩擦が影響し、日本とアメリカ間において政治的な問題からアメリカの F-16 ファイティングファルコンをベースとすることが求められ、国産化が果たせませんでした。その F-16 戦闘機ファイティングファルコンの各部において胴体を延長し、主翼の大型化など、機体の大型化が行われたほか、日本の最新電子技術も盛り込まれ、大掛かりな変更が加えられ、必要な追艦攻撃能力が強化されました。ところが、完成した F2 戦闘機の機体の中核である制御部分の情報が日本に公開されなかったため、後の状況の変化による日本での自由な仕様変更を行うことはできませんでした。そこで F2 戦闘機開発の経験をもとに、その後継機開発に際しては日本の三菱重工業者を主契約企業として、その下に国内の各分野の関連企業を決め、日本が開発の主導権を有することを前提として進めてきたのです。もちろん、アメリカのロッキード・マーティン社やボーイング社との技術支援も視野に入れていましたが、これまでのようにシステムなどの情報をブラックボックス化される可能性も否定できない状況で、日本とアメリカの意見が折り合わなかったのではないでしょうか。そこで、次期戦闘機開発において、戦後初めてアメリカ以外の国、イギリスとイタリアに日本を含んだ3カ国で協力し開発、配備が決定し、これまでのアメリカとの関係とは違い、対等な関係での開発になると期待されています。さて、今回の GCAP、グローバルコンバットエアープログラムの開発にあたっては、日本では、三菱重工業者が主契約者となり機体を担当し、IHI 社が機関部を、三菱電機社が電子機器を担当することが決まっています。そして、イギリスからは、BAE システムズ社が全体の統括と機体を、ロールス・ロイス社が機関部を、レーザー、センサ部の電子機器等をレオナルド社が担当し、チームテンペスト計画そのままでもあります。そもそも、この3カ国による GCAP が決定する前は、F2 戦闘機の後継機には、日本の IHI 社が製造した国産のエンジンを使用するとの見方もありました。それは、日本の次期戦闘機開発の一環として、防衛装備庁と IHI が開発を進めてきた実証実験機用に開発した XF5 エンジンや、XF9 エンジンが、タービン入り口付近の高温に対する耐熱性、大きな電力消費に対する発電能力や、ステルス性の確保に対する推力に関して、次期戦闘機に十分に対応し得る品質であり、すでに2018年に1機ではあるが、IHI 社が防衛整備省に納入しているからです。そこで製造された XF9 エンジンは地上での動作確認ではあるが、アフターバーナーの使用時には、最大推力約15トン以上、空気吸入用のタービンの入り口付近の温度でも約1800度を記録し、世界標準クラスの数値を示しています。この FX9 エンジンは、現在の防衛装備庁と IHI 社が、次期戦闘機開発の一環として2010年から開発開始されたもので、基本的なコンセプトは、スリムで大出力である、ハイパワースリムエンジンと呼ばれました。XF9 エンジンを搭載する戦闘機の、
ステルス性能を極限まで高めるためにスリム化を推し進め、同時に搭載する燃料や兵装の収納スペースを拡大することは大きな目標でした。そして、近年では、戦闘機による空対空戦闘は減少しているとは言っても、今回の FX-9 の大出力は、戦闘機としての高機動性を保持するために不可欠な条件であり、敵のミサイル等による攻撃の回避にとても重要です。こうして出来上がった国産の戦闘機用 FX なインエンジンですが、スリム化、大出力、ステルス性を確保し、一定の数値もクリアしていますが、実用機でのテストはまだ行われていないので、量産化には時間がかかりそうです。XF9 は、戦闘機開発において、国産化に向けて、一定の成果を上げており、次期戦闘機への搭載に期待されます。さらに、イギリスのロールス・ロイス社との関わりの中で、これまでに培われた技術が、いかに活用されるか注目されます。イギリスのロールス・ロイス社といえば、イギリスやイタリアが採用している現行のユーロファイタータイフーンの機関部の開発も主導しており、世界的なエンジンサプライヤーです。そのイギリスのロールス・ロイス社ですが、テンペスト計画における機関部の開発には難航していると伝えられており、戦闘機の機関部の開発がいかに難しいか考えさせられます。ロールス・ロイス社が開発する機関部は、著しく電力を消費することに対して、スモールコア電力、熱制御、すなわちコアは小さく、電力は大きく、発生する熱を制御することに取り組んでいます。しかし、そんなロールス・ロイス社の技術力は、アメリカには劣るとはいえ、日本の XF9 エンジン技術よりは、はるかに高く、これからの戦闘機に求められる、発電能力と冷却性能の分野で先行していることから、やはり、開発の主導権を握るのではないでしょうか。そして、IHI 社製の FX9 エンジンですが、小スペース、将来の戦闘機に対応できる発電容量も実現していますが、まだ発電能力と冷却性能の分野では譲るところもあり、今後、これまでの開発を生かし、実用機での採用を期待したいですね。IHI 社は2007年7月に社名を変更しましたが、それまでは石川島播磨重工業株式会社として、江戸末期から160年を超える歴史があり、日本の三大重工業の一角を支えている、代表する企業です。航空、宇宙事業、エネルギープラント事業を手掛けており、日本初のターボジェットエンジンを開発するなど、航空機の分野において、ジェットエンジンの製造では、日本国内で 60% のシェアを誇っています。IHI 社がライセンス生産したものには、現在、航空自衛隊が運用している F2 戦闘機に搭載しているゼネラルエレクトリック社の F110 エンジンや F15J イーグル戦闘機が搭載しているプラット&ホイットニー社製の F100 エンジンがあります。また、海上自衛隊が2013年から運用を開始している P1 哨戒機に搭載されている F7 エンジンは IHI 社によって開発され、小燃費、低騒音が特徴で実用化、量産化されています。このエンジンは、ターボファン形式の高バイパスエンジンとして、民生品にも応用が模索されています。海上自衛隊が運用している、ヘリコプター搭載型護衛艦の、リズモ型や、ミサイル護衛艦の、マヤ型の建造を手掛けた、ジャパン・マリン・ユナイテッド株式会社は、ユニバーサル造船と IHI マリン、ユナイテッドが合併して誕生しており、もともとは、IHI 社の造船部門から派生した企業であり IHI 社の技術力の高さが伺えますね。
木原防衛大臣がトマホーク1年前倒しで導入を発表し、国産のトマホークとも言われる一蓋式精密誘導弾改めも1年前倒しで検討との情報をキャッチしました。今回は攻撃能力獲得で変化する自衛隊を詳しく深掘りしていきます。トマホーク1年前倒しでアメリカも本気ということが理解でき、日本もようやくというか遅いくらいに急ピッチに配備されています。台湾情勢との関連で日本の防衛力向上は中国も慌てるほどのスピードで進んでいます。トマホークはすでにあるのでは。2023年10月10日、現在の日本の岸田政権の閣僚である木原防衛大臣は記者会見に臨み、これまで2026年度を目途に実戦配備を行うことを予定していた国産のスタンドオフミサイルについて導入時期を早めることを示唆した。スタンドオフミサイルとは、敵の防空網の圏外から発射することが可能な長距離ミサイルのことを指しており、主として、近年の対空ミサイルの急激な射程距離の延伸に対抗すべく、導入の早期化が求められている。すでに、日本政府は、6日前の10月4日に、アメリカのオースティン国防長官と協議を行った結果、アメリカ製のスタンドオフミサイルといえるトマホーク巡航ミサイルについて、当初予定より1年早めた2025年度の導入で合意を得ていた。日本は、およそ400発ほどのトマホーク巡航ミサイルをアメリカから調達する計画を進めているが、同ミサイルは、およそ 1600km ほどの射程距離を持ち、主として、海上自衛隊の水上戦闘艦へ搭載して運用されるものだ。日本が調達を行うトマホーク巡航ミサイルは、艦対艦、艦対地の両用途に、使用可能な仕様となっており、飛翔速度こそ亜音速という点は課題ではあるものの、従来の対艦用のハープーン巡航ミサイル等よりは、格段に長射程である。このトマホーク巡航ミサイルの亜音速という飛翔速度をもって、現在の対空ミサイルの性能に照らしてみれば、迎撃が比較的容易であり、有効なスタンドオフミサイルとしては機能しないのではないという批判も高めにする。そうした意見も一理あることは、完全には否定はできないが、こうしたおよそ 1600km ほどの長射程を誇る巡航ミサイルを保有することで、少なくとも敵側は、それらを迎撃するための監視体制や機材を稼働させる必要に迫られる。そのような動きを敵側に強いることには大きな意味があり、警戒を怠れば、自軍の艦艇や地上の設備に損害が生じる可能性があると思わせることで、実際の攻撃に至らずとも抑止するための体制を取らせる効果が期待される。ただし、欲を言えば不幸にして、実際の戦闘に突入してしまった場合には、敵の防空網を突破するだけの飽和攻撃が行える数量のミサイルを投射できれば、なお良いわけだが、日本が調達を決めているトマホーク巡航ミサイルの400発では心もとない。その意味でも、スタンドオフミサイルの数量自体をある程度揃えるためには、やはり国産化を推進しておく必要があり、今回、木原防衛大臣が記者会見で示唆した国産のスタンドオフミサイルの配備の前倒しは、現状では必須と思われる。このところ、主として、南部戦線での膠着状態が懸念されているロシア・ウクライナ戦争においても、これまでにウクライナ側に西側諸国から供与された中で、最も長射程な兵器はイギリスからのストームシャドウで、かなり効果的な戦果を上げているように見える。ストームシャドウは、航空機に搭載して運用される形式の空対地巡航ミサイルであるが、輸出仕様の最大射程距離はおよそ 250km ほどと言われており、それでも、これまでの供与兵器の中では、最大の長距離兵器とめされている。このストームシャドウも飛翔速度は亜音速であり、いわゆるステルス性を完備したものではないが、これまでの運用状況から見ると、ロシア側の防空網は、その迎撃に成功したと見られるケースはなく、非常に高い精度で攻撃を成功させている可能性が高い。こうした実際の戦争での直近の実例を鑑みても、亜音速の巡航ミサイルであっても、
ある程度の防空網を備えたロシア軍に対しても効果的であることは明白となっており、この点は日本にとっても朗報だと思われる。さて、それでは、日本が国産化を当初の予定よりも1年の前倒しを検討しているスタンドオフミサイルが、具体的に何を指すのかといえば、一二式地対艦誘導弾の能力向上型、島嶼防衛用の高速滑空弾、潜水艦に搭載する誘導弾が主であろう。一二式地対艦誘導弾の能力向上型は、現時点で、陸上自衛隊が配備を行っている一二式地対艦誘導弾の改良型であり、現行のオリジナルの最大射程距離は、およそ 200km 弱と、残念ながら長射程といえる性能ではない。しかし、ロシア・ウクライナ戦争でのストームシャドウの有用性を見れば、最大射程距離がおよそ 250km ほどとされる同ミサイルであっても、その価値に疑いの余地はないため、現行の一二式地対艦誘導弾も一定の価値は担保されるだろう。この一二式地対艦誘導弾の改良型である能力向上型は、まず、射程距離をおよそ 900km ほどに延伸することが明かされており、最終的には、さらに、およそ 1500km ほどにまで延伸される予定であり、飛躍的な向上が見込まれている。一二式地対艦誘導弾の能力向上型は、名称こそ改良型を思わせるが、ミサイル本体は、ステルス性能を加味した、ほとんどオリジナルとは別物と言える形に進化しており、南西諸島の防衛も、九州本土から、物理的な対応を可能とするものとなる。また、オリジナルの一二式地対艦誘導弾が、装輪式の車両によって運用させる地上発射型のみであることに比して、能力向上型では、航空機に搭載する形式や、艦艇に搭載する形式への拡張が打ち出されており、多様な発射母体が想定されている。これによって、運用は、陸海空3自衛隊の部隊のすべてをカバーすることとなり、より多層的な防衛体制の構築を可能とすると考えられ、もともと対艦攻撃用途の兵器ではあるが、対地攻撃用途にも使用可能な汎用性も実現する予定である。次に、島嶼防衛用の高速滑空弾だが、こちらは、飛翔速度が音速を超過するとみされており、現時点では、まず、射程距離 500km ほどのものとなると想定されており、南西諸島の防衛に向けた地対地兵装の用と位置づけられている。島嶼防衛用の高速滑空弾は、一二式地対艦誘導弾等と異なり、兵器としての分類上からは、弾道弾タイプの極超音速滑空体 HGV であり、かつての敵基地攻撃能力、現在の日本政府の言う反撃能力を具現化したものとなるだろう。この島嶼防衛用の高速滑空弾も、2030年代以降を目標に、最大射程処理をおよそ 3000km ほどにまで延伸する計画が打ち出されており、対地攻撃用途に加えて、こちらにも対艦攻撃用途も可能とする改良型も視野に入れているとされる。また、潜水艦に搭載する誘導弾については、現行の海上自衛隊の潜水艦すべての標準装備である 533mm 魚雷発射艦6門から、運用可能なものを想定していると見られ、同様の仕様であるアメリカ製のハープーン追艦巡航ミサイルを代替することになるのだろう。この潜水艦に搭載する誘導弾も、一二式地対艦誘導弾の能力向上型とミサイル本体を共用化できればベストだと思われるが、前述したようにステルス性能を加味し大型化させているため、533mm 魚雷発射艦からのそのままの形での運用は困難とめされる。そのため、533mm 魚雷発射艦での運用に対応した別バージョンが専用に開発される運びとなることが想定され、最新型のハープーン巡航ミサイルのブロック2と同様に、やはり、対艦・対地攻撃の両用途に対応した形となるのだろう。海上自衛隊では、VLS 垂直発射艦を搭載する実験艦の建造を行うこともすでに決定されているが、現状22隻体制を確立した潜水艦隊の主兵装である 533mm 魚雷発射艦を有効活用する意味でも、新型誘導弾の実用化が並行して行われると考えられる。